よす。4は2度。パンちゃんの朝ごはんタイム。朝からチリちゃん。まあでも朝3時ぐらいね、落ちてあげてますからね。今5時半ぐらいです。ジージ目線。パンちゃん、ちょっとキムチを取っていこうと思います。ね。はい、案が出るように少しも出たので。っていうかさ、今一人一部屋やな。うちの向こうが父ちゃんとアディちゃん。あら、足、あら、ナスちゃんでした。オレちゃんもお腹いっぱいですか？もうちょっとだけありますよ。車の中はリードを切るので要注意。さあ、奈々ちゃん、エスカレーター大丈夫かな？もうね、何回も乗ってるので、もう慣れてきてます。お、スムーズやね奈々ちゃん。え、余裕のアデちゃん。まだやで、あれ。まだ。まだやで。よし。そんな飛ばんでもいい。こうね、ここは白いからね、みんなあんまり気づいてないんやけど、これね、白髪なんですよ、これ。ここ、わかる？ここの白いの、ここはね、全部白髪なんですよ、この辺も。うち来た頃の動画見て見返してもらったらわかるんですけど、この辺も全部白髪なんですよ。飲まないピンちゃんなんですけど、ピンちゃんはね、指吸ってくれないんですよね。指も吸ってくれないので、なかなかこの哺乳瓶を加えてくれないという、だんだん、ね、鼻がね、黒が入ってきます。もうアンちゃんなんですね。これオレンジなんですね。黒くなってきてるでしょ、口周りがね。これがどういう意味、どういう意味で破れて新しいのかって、やっと届いた1ヶ月ぐらい買ったの。もうこれしかない。おっちゃんのじいじのミルクも飲まへんし、生存競争にも切るし、ほら体ちっちゃいわ。ちょっと誰か席開けてあげるわ。体格差わかる？これ一番ジャンボね。ほら、このチビチビチビ2人、この辺1キロ超えてますからね。ミルク飲む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 、今日ぐらいから飲んでる。この子全く飲まない。だからもう多分この子大きくなれないんやろうな。もうこの腹やって、全然サイズが違う。じゃん。1240。銀ちゃんも1キロ超えました。ラスちゃん。1260。945。1350。これラスや。でかいのオレンジ。でチビスケ。ピンク。はいで。